毎年向け通勤電車の決定版として3500両が製造されたおなじみの電車がテーマです。ここは東京駅、中央線の輸送改善を目的として国鉄初の新性能通勤電車101系が1957年に投入されました。両開き4ドア、オレンジ色の車体で走行音が静かな101系でしたが、投入線区によっては過剰性能になることが判明し、新たに経済性を重視した通勤電車が開発されることになりました。1963年に登場した103系は山手線に投入され、うぐいす色の車体で大活躍を始めました。1969年、東海道本線の京都西明石間にスカイブルーの103系が投入されたよ。駅間距離が長く高速走行を要求されたのだ。関西に特化した通勤電車を要求しましたが、国鉄公社に取り合ってもらえず、東京圏と同じ電車が配置されることになったのです。駅間距離が短く、最高速度で走る時間が少ない山手線向きの電車にとって、関西の東海道線は苦しい仕事場でした。しかし103系は頑張りました。1994年に引退するまで25年にわたって京都西明石間を走り続けたのだ。大阪環状線にも1969年に103系が投入されました。先輩の101系と同じオレンジ色です。大阪ではオレンジは環状線の色として親しまれています。現代的な顔の103系も活躍していたよ。大阪環状線には103系の性能がマッチしていたこともあり、2017年まで運行されたのだ。関西本線の奈良港町間には1983年に103系が投入されました。101系の後を引き継いで2018年まで運用されていました。奈良線、宇治川を渡る103系だよ。奈良線ではなんと2022年まで運用されていたのだ。阪和線には1968年に103系が投入されました。最初は天王寺和歌山間の快速電車に充当され、ミスマッチ感がありましたが、だんだん適切な運用につくことになります。大和川を渡る103系同士のすれ違いだよ。阪和線には2017年まで運用されていたのだ。これは和田岬線を走る103系です。2023年まで運用されていました。妻の海を見ながら山陽本線を改装する103系、和田岬線の改装電車だよ。加古川専用に改装された103系3550番台です。ローカル線向けに2両編成で運行できるようになりました。2024年時点で現役です。万端専用の103系3500番台だよ。こちらもラッシュ時以外は2両編成で運行されているのだ。2024年時点で現役です。しかし国鉄型車両を大切に使ってきた JR 西日本においても103系の引退は時間の問題でしょう。されているよ。これは高度に進化した通勤電車 E235系なのだ。103系のトップナンバーが京都鉄道博物館に保存されています。あの不運な機関車 DD54 の隣です。大阪環状線の幕を表示しているよ。関西の博物館だから当然だけど、できるならば日本の通勤電車史に偉大な一歩を残したことを称えて、ウイス色の山手線仕様にしてほしいのだ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。